舞踊団の伊藤千恵さん、篠崎美美さんにパフォーマンス披露していただきました。今一度大きな拍手でお願いいたします。どうもありがとうございました。珍しいキノコ舞踊団さんにはですね、私たちプロジェクト福島の、盆踊りのほぼ全ての振り付けをしていただいております。この後みんなで皆さんと一緒に5時過ぎ頃から盆踊りを踊らせていただこうと思うんですけれども、今のようなですね激しい振り付けはないので安心してください。楽しい珍しいキノコ舞踊団さんの皆さんによるオリジナル盆踊りの振り付けが待っておりますので、ぜひ盆踊りご参加ください。さて、私たちプロジェクト福島でございますけれども、盆踊りをやる団体ではないんですね。盆踊りだけをやっているわけではございませんで、いろいろなことをやっております。今日床に敷いてあります不思議な布なんですけれども、こちらは大風呂敷と私たち呼んでおりまして、今皆さんですね大風呂敷を広げた上に立ったり座ったりしていただいているわけですけれども、こちらの大風呂敷、一つの私たちのイメージといいますか、必ずこの大風呂敷を敷いてイベントをするようにしております。そこら辺のですね2011年からの活動を今日は展示でお楽しみいただけるようになっております。ステージ反対側の3つのテントのうち真ん中のブースで、こちら大風呂敷の2011年以降の活動の様子などご紹介しておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。日本酒を美味しく飲めるマスやですね6種類の手拭いなど、いろいろな楽しい物販もありますので、どうぞちらっと覗いてみてください。それではまだまだ引き続きいろいろなパフォーマンスやライブ等行われますので、今しばらくお待ちください。